はいどうも、今日はですね、また画面がちょっと変な色になってますが、富士見のフェラーリの 512TR です。これはまあ先日組みまして、むちゃくちゃ良かったです。これが定価、これ1500円なんですよね。定価なんですけど、これ1500円なら他の富士見のキットもっと安くてもいいんじゃないぐらいの、そんな内容でした。まあちょっと順番の中の方ね、紹介していきます。で、今回はこれ前組みましたので、その組んだやつを、ちょっと、また、ラストにですね、完成品の画像も、載せておきたいと思います。これほんと1500円でいいのかなって思う内容なんですよ。まあ正直ちょっとバリとかはありますけどね。中はこんな感じです。で、何がいいかというと、これボルトンキットなんですよ。で、まあ接着剤不要なんですけど、まあ部分的にはどうしてもね、やっぱ接着剤が必要にはなるかなと思います。まあなるかなと思う理由の一つは、なるっていうところの場所ですね。まずこのドアミラー、バックミラーですね。これと、これの付け根がね、ちょっとね、細いんですよね。なのでちょっと固定になんがあり、これがもうちょっと長かったら、しっかり固定できるのかなっていう、そうですね。で、あとは、ワイパー。ワイパーと、あとこれね、前組んだとき、まあ、ロットによって違ったりとかするかもしれないですけど、シフトレバーの、ノブの、シフトレバーの付け根ですね。ここはちょっと、太くて入りが悪い。それぐらいでした。あとはね、もうほんとパスパス組めて、いいのかな、富士見、この値段でこのキット出してっていうのが本音です。でね、これ何がいいかっていうと、まあ、ほとんど見えなくなっちゃうんですよ。まあ 512TR なんで、まあフェラーリの 512TR なんで、ここをね、後ろがエンジンルームなんですけど、ここも、開閉できないんですけど、エンジンがね、結構しっかりと、モールドされてるんですね。で、部品の分割もなかなかに考えられていて、で、特別こう、苦労するところとかっていうのはなかったです。なので、まあ、で、エンジン、ここね、フード開けれないんで、まあ、ほとんど見えなくなっちゃうんですけど、もう、ほんと自己満の世界になっちゃうんですけど、なんですけど、どうせならちゃんと塗装したいよねっていうことで塗装して組みました。まあ、で、ただね、これ、じゃあフード開けれるように加工すればいいじゃんっていうふうになるんですけど、そうすると今度は、そこまでのクオリティはないんですよ。残念ながら。補給類とかがね、全然、モールドというか、まあ、部品になってないので、なので、開けて、干渉できるレベルにしようとすると、結構追加でね、あれ、これ、足さないといけないんですけど、これ、シャーシの方にね、シリンダーヘッド部分が、このように、一体成形されてます。なんですけど、まあ、開けての干渉には耐えられないですけど、でも、まあ、ほんと、インマニの形状とかもしっかりされてるし、まあギアボックスとかもそれなりになってるので、個人的にはこれ、かなりおすすめのキットですね。で、これはヨーロッパ仕様とアメリカ仕様と選択式になってます。で、何が違うかというと、例えばリアバンパーの形状だったりとか、あとは内装色ですね。その辺の形状の違いだったりとかするんですけど、まあ、例えばね、こういうところの、これはサイドフィンの内側の部分ですね。にちょっと、ここ。目立つバリがあったりとかはするんですけど、でもそれ以外はね、うん、頑張ってるなーっていうキットですね。まあ、富士見ならではのちょっと、ね、フロントのライト関係のちょっと、モールドのちょっと浅いところとか、まあ、キット自体も結構古いキットだと思うので、パーティングラインとかも、まあちょっと処理しづらいところにあったりはするんですけど、あとはね、まあちょっとシート、裏打ちしといた方がいいかなという、ヘッドレストの部分まで肉抜きされちゃってるので、ここはね、チラッと、ほんのチラッとですけど見えるんですよ。なので、その辺がちょっと残念ではあるんですけど、それ以外はもう、例えばこのドア内張りも、まあ、バスタブの内装なんですけど、ドア内張りをこの上から差し込んで、裏からネジ止めみたいな感じなんですね。
なんで、もう、例えばこの辺の塗装とかもね、かなりやりやすくはなってますし、この不死身の、ある意味、隠れた名作キットって言えるんじゃないかなと、自分は思います。まあ、じゃあ 512TR をどれぐらいの人が組みたいかなって言われると、難しいところなの。多分その辺も考えての定価1500円なのかなっていう気もしますけど、まあ、で、あとね、これね、そうですね、もう、ほんとベタ褒めです。これで1500円だったら、かなり安いキットだと思います。不死身ね、たまにね、こういうキットがあるんですよ。組んでみて、例えば、定価3000円超えるやつでも、ちょっとこれはないわーっていうキットもあれば、定価がこの、例えば1500円、1800円のキットでも、まあ今、ね、プラモデルのキットっていうのはだいたい1800円がだと安いかな。まあ3000円ちょっと高いかな。2400円まあ普通かなみたいななってますけど、これで1500円はありだと思います。というわけで今回紹介させていただいたのは 512TR ですよね。というわけでご視聴いただきありがとうございました。この後ですね、完成品の画像をちょろっと流したいと思います。